ネジの回転は、ヘンリー・ジェームズの中編小説、1898年発表。階段の形式をとっているが、テーマは異常状況下における登場人物たちの心理的な駆け引きであり、心理小説の名作として知られている。ある屋敷に宿泊した人々が、百物語のように一人ずつ階段を語る。題名のネジの回転はその中の、 一ひねり聞かせた話が聞きたいというセリフから取られている。幽霊話に子供が登場することで話のネジに一ひねり加える効果があるというなら子供が二人になれば二ひねりになるじゃないか。そのうちの一人がかつて自分の家庭教師だった女性からの手紙に書かれた体験談を読み始める。彼女はある人から彼の所有する屋敷での住み込み家庭教師を頼まれる。 所有者の老いとめそれに、家政婦と召使いしかいないはずの屋敷で、彼女は着任間もなく、正体不明の男を見かける。それは世にも恐ろしい体験の始まりであった。10歳のマイルズは何か事件を起こして、退学になっている。妹のフローラは8歳。出てくるのは、前人のガバネスのジェスル先生と死亡男のクイントラシー。 二人の霊から子供たちを守らなければならない。私はマイルズを強く抱きしめ、一分ほど過ぎると彼の心臓は止まっていた。映画、オペラ、バレエ等多数の作品がある。川本静子は幽霊を見たガバネス・ヴィクトリア時代の余った女たち中高新書1994の清水図書房で当時の余った女たちの心理を考察している。映画、 妖精たちの森では、年齢は、上で指定となっている。どうして殺したのかについては、エドマンド・ウィルソンの評論、ザ・ンビギュイティ・オブ・ヘンリー・ジェームズが有名。冒頭で、柳を私のために泣いてくれが流れる。川本三郎、サスペンス映画ここにあり平凡者2015年、ピアニッシも、435から444が、詳しい。 両親の自己死を知らされていない金持ちの子弟がひっそりと暮らしている。ガバネスのジェスル先生は下ンのクイントに療辱されるが体は引かれてゆく。その様子を見たマイルズは姉に似たような行為をする。家政婦のグロースは子供への悪影響を考えて二人を解雇する。フローラたちは二人を別れさせたくないと思い、ジェスルに池の向こうの小屋でクイントが待っていると教えるが、 ボートには穴が開いていた。ジェスルの遺体を見つけたクイントは酒を煽る。その頭にマイルズの矢が突き刺さり、すぐにジェスル先生と会えるからね。新しいガバネスがやってくる。ありがとうございます。